はい、なんとね、もうマイクロソフトに期待はできないのかということでね、まあ去年ぐらいからこちらですね、Windows PC、立て続けにアップデートで、このシステムを破壊され続けました。あとね、ハードウェアもなんかこう起動しなくなっちゃったりとか、まあとにかく勝手にアップデートされて破壊していくというね、もう極めてイラつくという、まあそんなことがこの Windows PC では立て続けに起きてます。いや、そんなことないよっていう方もいるんですが、まあ事実、まあそれがね、もう嫌で嫌でしょうがなくて、まあ基本、動画とかメインな作業は Mac なんでいいんですが、まあ Windows でなければできないことってまだまだいっぱいありますんで、まあそういった意味でね、こういう現象が非常に辛い。そして何よりも文鎮化されて、怒りが頂点になっちゃうのがこちらですね、サーフェス。アプデで文鎮化ということで、まあなんつうんでしょうか、もうね、突然、シャットダウンしちゃって、アップデートしたんですよ。だから作業中のものは中断しちゃうし、まあそこはね、1000歩譲って、ギリギリ許すとしても、最後、このような状態で止まってしまうというね、帰ってこないと。で、ここのね、サーフェイスで展開していたソフトも、回収できない状態になっちゃって、あとデータもね、もうね、もうマイクロソフト、もうダメじゃんと思ったんですが、さらに追い打ちをかける、こちらですね。ついに、その魔の手は Xbox シリーズ S へということで、まあこんな状態なんですね。これね、ここ1週間ぐらいに起きたことなんですが、電源入れると、このように立ち上がっていくんですけどね。まあ非常に静かで、なんていうのかな、素早い動作なんですけど、こちらもね、なんか最近ね、いかないんですよ。いかないっていうのは、ゲームソフトが起動しない。起動しません。シリーズ S なんで、すべてダウンロード版なんですけど、これがね、起動しない。でも音楽流れてるから、起動はしてんだけど、映らないんですね。これ他のモニターでもダメ。ただ、なんだろう、ホームボタンを押すと、まあメニューが出て戻すことはできるんですけど、ゲームが立ち上がらないと。ちなみに YouTube は立ち上がりました。今ね、マイクラやってますが、こうブラックアウトしたまま。ただね、BGM はかろうじて流れてるから、まあ何らか起動はしてんだけど、映像が出なくなりました。他のモニターでも同じ現象。3種類のモニターで試したんですけど、いや、こんな状態なんですよね。当然再起動とか、電源オフにして再起動とか、やってます。今度これね、フライトシム。本当はね、ひとっ飛びしようと思ってこれ立ち上げたら、ずっとね、この画面が出たままになっちゃったっていうのが最初の、こう動かないことの発見だったんですけど、まあこんな感じでね、とにかくやばいというか、ショックというか、まあまだね、Xbox の方は、まあ初期化とかそういう作業をしてないんで、いいんだけど、まだわかんないんだけど、ただね、このコンシュマー機を買ってる意味合いっていうのは、まあ、さっと電源ボタンを押したら、確実にソフト、アプリ、ゲームソフトが起動するっていうのが売りなんですよね。例えばパソコンだったら、ちょっとね、調子が悪いとか、なんかハングアップしてるとか、あっても、まあ、しょうがねえな、パソコン打診なんだけど、こういった専用機で、こういったね、ゲームが立ち上がってこないってことが起きると、もうね、猛烈やる気がなくなるわけですよ。で、立て続けに、マイクロソフト、まあこれ個人的な話だけど、やらかしてますんで、自分の中でね。だからね、もうダメなんじゃねえかみたいな、マイクロソフト。ハードはダメ。ソフトの Windows も、なんか毎回コロコロ変わったインターフェースがね、非常にわかりにくいです。まあメインが Mac だから、そんなに、Windows に詳しいわけじゃないんだけど、まだね、XP ぐらいだったら、それなりに分かってたんだけど、まあ、Vista、7、8、10、11と来て、まあなんか交互に良くなったり悪くなったりしてますよね。まあそれだけこうなんつうのかな、安定してないんですよ。まあその点 macOS っていうのかな、最近は Mac つけないのか OS X かなんかはまああんまり変わんなくなっちゃったんだけど、まあ無料でね配布してますし、一貫したインターフェースになってますんで、まあその辺がねどのバージョン使ってても分かりやすいと。だからいつしか、ただね、だからといって Mac のシェアが非常に高いわけじゃないからWindows がね主流なんだろうけども、まあ実際 OS のね使いやすさとか考えるとどうもねこう馴染めないというか、毎回コロコロ変わって、なんていうのかな、コントロールパネルとかそういったものがどっか吹っ飛んじゃってるとかね、あれはどこ行っちゃったのかなとか、いつしか名前が変わってたりとか、違うものに置き換わっているとか、まあそういった感じなんですよね。まあ Mac の方ってどちらかというとユーザーが圧倒的に Windows に比べてシェアが少ないんで、まあ一度ね良くないなってことはスパスパ変えてっちゃってました。で、まあそういった中で優れたものが残って、まあ現在のバージョンになってると思うんですよ。ただ Windows ってよく見てると、なんだろう、すごい昔のものも引っ張ってきてる感じがするんですよね。レガシーなもの。なんだろう、未だにこう32ビット、64ビットとか書いてあって、多分素人から見ると何言ってんだかよくわからないんですよ。どのソフト起動してもいいか。同じソフトをダウンロードしても、なんか32ビット版っぽいのとかね、64ビット版っぽいのとか、あと他のいくつか同じもののソフトなんだけど、いくつか入ってて、自分がどれに該当するのかがよくわからんと思うんじゃないかなと思うんだけど、とにかくなんかややこしいんですよね。だからなかなか遺産が多いからな、遺産が多い、歴史が長いっていうか、ナンバーワンシェアの OS だからね、だから昔のソフトを断ち切れないでいると。 Mac はスパスパ切っちゃってたと思う。何度も CPU 変えたり、あとなんだろうな、 OS もMacOS から OS10 ね、ユニックスベースのものに変えたりとか、だから CPU もかなり今まで変えてきたから、まあその都度切り捨てられていたソフトもあったと思うんですよね。まあその辺 Windows ってずっと引っ張ってるから、やけに古臭いのが残ってたりとか、で新しくしようと思ってるんだけど、今なんかねコントロールパネルの代わりになんか新しいことやってるっぽいんだけど、共存してるっていうか並行してるからなんだかよくわからないんですよね。多分次のバージョンから Windows もねコントロールパネルやめちゃうのか何なのかわかんないけど、変えていっちゃうんじゃないかなと思うんだけど、まあそう考えるとね、なんかずっと使いづらい OS でイライラする。まあそこはまあお勉強するっていうか学べばいいんだけど、とりあえずなんかアップデートが勝手にやられてイラつくんですよ。作業してる最中でも突然シャットダウン入りますからね。さっきまでこう作ってたものは吹き飛んじゃったのかなみたいな、そんな感じがするんですが、どうなんでしょうか。残ってる時もあったし、完全にね保存されてない時もありました。まあとにかく今はもう Windows は諦めてんだけど、この Xbox が動かないのが超ショックで、 Xbox なんとかしてくれよって感じなんですよね。だからとりあえず一度なんだろう、初期化、いわゆる。でもそんなことするんだったらもう PC でいいやってなっちゃうわけ、 Steam とかね。だから一発でスパッて動いてくれるっていうのがコンシューマー機専用機のいいところなんで、それができないんだったらもうすでにマイクロソフトハード無理なんですよね。なんとなく見てるとハードウェアがどうもこうガタ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 ねぶっ壊れる。で聞くとソフトがいけないとかハードがなんとかってお互いこう、言い当てて拉致開かないとかね。いやー本当にね、特に Xbox シリーズ系はねショッキングですね。ショックということで、皆さんはねマイクロソフトどう感じているんでしょうか。いやーとにかくね動かないのがねショックなんですよ、 Xbox シリーズ系。フライトシムやりたいっていうか、すごいその新しいフライトシム出るじゃないですか。で準備しようかななんて思ってたら動かないしみたいなね。はっきり言ってほぼマイクロソフトに対する愚痴でした。ではまた。